西日本高速道路西日本高速道路関西支社西日本高速道路関西支社は西日本高速道路の支社の一つ旧日本道路公段関西支社の流れを組んでいる西日本高速道路関西支社郵便番号567-0871大阪府茨城市岩倉町1-13ネクスコ管轄の高速道路有料道路のうち 滋賀県の名神高速道路妖怪地 IC 伊勢、新名神高速道路、高滑土山インターチェンジ伊勢、福井県の舞鶴若狭自動車道オバーマインターチェンジ、伊勢の関西地方の路線を管轄している。高速道路事務所、第二神明道路事務所は主に保全サービス事業を担当している。工事事務所、新名神の各事務所は主に建設事業を担当している。 日本道路公段時代は、上記の路線の他に現在は、ネクスコ中日本名古屋支社の管轄となっている、名神高速関ヶ原インターチェンジマイナス8日市、IC と北陸道米原 JCT 機の下、インターチェンジも管轄していたが、公段末期に、当時の日本道路公段中物資社に移管された。8日、CIC は、ネクスコ中日本名古屋支社の管轄。 2013年7月1日に立党管理事務所から名称変更。2013年7月1日に茨城管理事務所と京都丹波道路管理事務所が統合し名称変更。2013年7月1日に水田管理事務所から名称変更。2013年7月1日に南大阪高速道路事務所から名称変更。 2013年7月1日に南大阪高速道路事務所奈良事務所から名称変更。2012年4月1日に和歌山管理事務所から名称変更。2013年7月1日に神戸管理事務所から名称変更。2012年4月1日に福崎管理事務所から名称変更。備前インターチェンジは中国支社の管轄。 2012年4月1日に第2新名道路管理事務所から名称変更2010年10月12日に現所在地に移転2012年5月11日に大阪工事事務所から名称変更2009年6月20日に旧所在地に移転2012年5月11日に大津工事事務所から名称変更2014年2月17日に 現所在地に再移転。2008年1月31日に、田辺工事事務所が廃止され、同工事事務所の業務を、和歌山工事事務所へ引き継ぎ、2009年8月1日に、田辺工事事務所を再設置。2009年1月13日に、現所在地に移転し、神戸工事事務所から兵庫工事事務所に、名称変更。2012年5月11日に、 現在の名称に変更、ありがとうございます。